はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで、本日もやっていきたいと思いますけども、いや、冒頭の挨拶からね、喉チンコがどっか行きましたけども、まあ、ということでですね、本日から、クラブセレクションのですね、紹介をやっていきたいと思いますが、来週の4月6日のクラブセレクションがですね、ユベントスとミランに、決まりましたので、そっちでのリーク情報から分かった選手をですね、能力値見ていきたいと思います。ということで、本日はユベントスの方からまず見ていきましょう。で、ユーベの方のね、8選手はご覧の8選手ということで、まあ、ロナウド、シテスニー、デリフト、イグアイン、アレクスサンドロ、ラビオ、マーチュイリーに、クアドラドということで、こちらの8選手が来るという形になっておりまして、で、この中でもね、まあ、すでに自分はノルクスの方を見ていったんですが、週刊 FP も含めて強い選手がね、かなりゴロゴロいましたので、ノルクスの方をしっかり見ていきたいと思います。それでは早速行きましょう。どうぞ。まずはクリスティアーノ・ロナウド選手ということで、ちょんまげロナウド来ましたね。ということで、クラブセレクションでは4回目、週刊 FP の方ではですね、国 FP1 つ含め、3回登場しているんですが、クラブセレクションでは4回目の登場ということになっております。で、能力値はご覧の通りですね、能力値の上げ幅なんですけれども、普通のね、クラブセレクションだとプラス1になっていたんですが、今回からですね、プラス2のところがかなり多くて、週刊 FP にも引きを取らない能力値になっているかなと思います。まあ、特に一番型の能力値がヘディングのね、プラス4で99カンストっていうところは本当にね、この空中戦っていうところは勝っていけるかなと思いますし、クロス上げられたら本当に怖い選手ですよね。まあオフェンセンス決定力もかなり高いですし、まあ本当に、言うことがないぐらい強い選手かなと思います。まあ持ってない方はですね、こちらのクラブセレクションぜひね、獲得していただきたいところですけども、前回の週刊 FP との比較まずやっていきたいと思いますが、ご覧の通りですね、国 FP がありまして、その国 FP の下の部分ですね、こちらが、12月19日そしてね、右の上の方が1月9日のものになるんですが、ご覧の通りとなっております。まあヘディングとねアグレッシブネスが勝っているっていうところなんですが、まあただオフェンスセンス決定力がですね、11月21日12月19日がねかなり高いので、個人的にはこの2つかなっていう印象ですね。まあボールコントロールよりはやっぱりフィジカル系の方がいいかなということで、個人的には12月19日のロナウドが一番いいのかなという印象ですね。で、続きまして、クラブセレクションの方と、ファンズチョイスセリエ、こちらとね、比較していきたいと思いますが、まず左上が、まあ、PS4 の方のみですね、こちらがクラブセレクション1回目、で、その下のね、ロナウドが2回目のロナウド、そして、右上のファンズチョイスがありまして、その下がですね、3回目、前回、来ているロナウドになりまして、一番下のものが今回ということになっているんですが、まあ、青が目立ちますね。かなり今回のクラブセレクションが能力値高いかなと思いますし、特にですね、やっぱりヘディングの部分がカンストっていうところはかなり評価できる点かなと思います。まあ決定力の部分が1回目と2回目のロナウドがですね一番高くなっているんですが、まあただ他のところのね能力者底上げとなっているってところは本当に脅威かなと思いますので、個人的には今回のねクラブセレクションが一番いいのかなという印象ですね。まあ自分含めですね、ファンズチョイスのロナウドを持っている方多いかなと思いますけれども、ぜひですね今回のクラブセレクションに引き継いでみてもいいのかなというところですね。で、今回ゴールキーパー枠はシテスニーということで、まあ4回ともね、シテスニーが登場しているんですが、まあそろそろブッフォン欲しかったところですね。ということで、能力者はご覧の通りとなっております。まあシテスニーもですね、本当に使われる方増えてきたかなっていう印象なんですが、2019と比べてね、増えてきたかなという印象なんですが、能力者はご覧の通りとなっております。まあ、結局ジャンプ、フィジカルコンタクトは高いですし、GK センス、カンスト、そしてコラプシングとディフレクティングもカンストということで、で、キャッチングとクリアリングは98と96ですね。まあここら辺の能力値も底上げとなっておりますし、まあ今作のシテスニー、まあ使用感かなりいい選手になっているかなと思いますので、ぜひですね、使ってみてもっていうところかなと思います。で、11月28日にですねシテスニーが、週刊 FP の方で来ておりますので、そちらと比較していきたいと思いますが、これ週刊 FP より高いですね。クラブセレクションの方が能力値が勝ったというようなね、形になっておりますけれども、まあ全てというかほとんどですねプラス1ということになっておりますので、11月28日を持っていらっしゃって、で今回のクラブセレクション当てた方はぜひ、こちらに乗り換えてみてもところかなと思います。で、クラブセレクションの方と比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですねクラブセレクションのシテスニーね、こちら左上が1回目、その下が2回目、右上が3回目で、今回が右下という形になっておりますが、2回目と3回目と4回目は全て手を挙げているということで、なんかちょっと面白かったですね。ということで、ノルシはご覧の通りとなっております。まあ全体的に底上げとなっておりますし、個人的には4回目のね、今回のシテスニーが一番いいのかなというところですね。
で、続きましてデリフトが登場ということで、アプリの方のクラブセレクションでは初登場となるかなと思いますけども、能力者はご覧の通りですね。まあ本当に強いですね。まあただ使用感がどうなのかっていう声もね、ちらほら聞きますけども、能力者はご覧の通りとなっております。まあドリブル能力系高くて、パスも89、87あるので、ビルドアップもしっかり貢献してくれるかなというところですし、まあヘディングジャンプ、フィジカルコンタクトもねかなり高いかなというところと、スピード瞬発もしっかり86、82あるので、やっぱり即戦力級の選手かなと思いますね。そしてセンターバックでディフェンスエース、ボールダッシュも、高いですし、アグレッシブネスもしっかり90台乗せたという形になっております。まあ後半6ですね。まあ7は欲しかった、欲を言えばね7欲しかったところですけども、まあ9打点あるかなと思いますし、スキルのヘッダー、マンマーク、インターセプト、ここら辺のスキルかなり有能かなと思います。プレイスタイルビルドアップということでですね、前回の11月7日そして2月6日のねデリフトと比較していきたいと思いますが、ご覧の通りとなっております。まあ個人的には2月6日が一番いいのかなという印象ですね。ボールダッシュが一番高いのは今回なんですが、まあプラス1の範囲ですし、アグレッシブネスの部分で今回がですね、今回じゃない、2月6日がですね、2個高いので、個人的には2月6日の、デリフトが一番いいのかなという印象ですね。で、続きまして PS4 の方のみになりますけども、クラブセレクションの方と比較していきたいと思いますが、アグレッシブネスが1下がって、まあほとんどプラス2もしくはプラス1となっておりますので、これは今回のデリフト持っている方はですね、ぜひ、引き継いでみてもっていうところかなと思います。で、続きまして、イグアインということでですね、イグアインも週刊 FP の方で登場してますし、かなりね、数出てきた選手かなと思いますけども、能力値はご覧の通りとなっております。まあ、特筆すべきはオフェンスセンス決定力の高さですね、98、98ということで、ここら辺のね、得点能力はかなり高いですし、ドリブルもしっかりできて、ただスピード瞬発の部分ですね、79、73なので、まあ、ラインブレイカーでこのスピションはもう少しあればな、というところかなと思います。まあ、ただフィジカルコンタクト高かったりですね、ジャンプも85あるので、ここら辺は、空中戦というところも狙っていける選手かなと思いますね。まあ、今晩後なので、ここら辺が若干ね、ガチスカ起用というところは、今の環境下では、少しネックな部分かなと思います。まあ、スキル面でもワンシューワンパン持ってますし、まあ、本当に強いセンターフォワードの選手かなと思いますね。で、前回の週刊 FP の方と比較していきたいと思いますが、まあ、ご覧の通りですね。まあ、個人的には、10月10日のね、PS4 の方は10月10日の分が一番いいかなと思いますね。まあ、というのも、まあ、能力値以上にスーパーサブ持っているというところはかなり評価できる点かなと思いますので、PS4 の方は10月10日で、アプリの方はですね、決定力が3高いので、個人的にはクラブセレクションの、イグアインが一番いいのかなというところでしたね。で、前回のクラブセレクションの方と比較していきたいと思いますが、まあ赤が目立ちますね。ということで、個人的にはクラブセレクション4回目、今回のイグアインの方が一番いいのかなというところですね。まあ特にオフェンスエースが1ね、クラブセレクション2回目が高いんですが、決定力の部分が今回6つも高いので、やっぱり4回目のね、今回のイグアインが一番いいのかなというところですね。で、続きまして、左サイドバック、アレックス・サンドロ選手ということで、まあ、サンドロはですね、まあ、後半後だったり、スキルがピンポイントクロスのみなので、ここら辺が若干ネックなんですが、まだ、ただドリブル能力高くて、グランダーパス、フライパスも高いですし、スピード瞬発も92、88しっかりある。で、フィジカルコンタクトも86あるので、まあ、ワンチャンガチスカありかなっていうところですね。プレイスタイル、攻撃的サイドバックということで、クラブセレクションとの比較やっていきたいと思いますが、まあ、赤が目立ちますね。まあ、こう見てもやっぱり今回のクラブセレクションが一番いいのかなというところですね。で、続きまして、アドリアン・ラビオ選手ということで、まあ、ラビオもですね、この選手初登場になるんですが、まあ、もともとで金の有能選手ですし、能力値期待していたんですが、個人的にはかなり好きな能力値してますね。まず、ボールコントロール、ドリブル、ボールキープ、ここら辺高いですし、パスも90台あるので、しっかりパスも繋げられる選手かなと思います。そして、スピード瞬発も85、87、ということで、フィジカルコンタクトも93でかなり高いので、まあ、このフィジコンゲート呼ばれている、このウィレ2020環境下ではですね、かなりこのフィジカルコンタクトの高さっていうところは、かなり評価できる点かなと思います。まあただ唯一考案後ですね、今ライブアップデーがない時期を考えますと、ここら辺が若干ネックの部分かなとは思いますね。まあスキルにワンパだったり、ピンポイントクロスだったり、低弾ドロブ、インターセプト持ちっていうところも、かなり評価できる点かなと思います。プレイスタイルボックスボックスということで、続きましてマーテュイディですね。マーテュイディはアプリの方は初登場なんですが、個人的にこの選手狙っていきたいですね。まあというのも、ドリブルできてパスもしっかりつなげれて、そしてスピード瞬発も87ある、ジャンプ、フィジカルコンタクトも高い、そしてディフェンスフェンス系の能力者は93、93、94ということで、 CMF の選手でかなり高い部類に入ってくるかなと思いますし、まあ今現在ですね、個人的に黒のマーティーリー使っているんですが、かなり使用感いい選手になっているかなと思いますので、ぜひこのクラブセレクションのマーティーリー、欲しいところかなと思います。で、スキル面で見てもワンパだったり、チェイシングインターセプトということで、ここら辺のスキルかなり有能ですよね。プレイスタイルボックスボックスということで、 PS4 の方のみなんですが、前回との比較はこちらとなっております。まあボールダッシュが1下がった以外はですね、まあほとんどプラ
ラス1だったりプラス2だったり、特にフィジカルコンタクトは5つも上がっているので、これはですね今回のマトゥイディが一番いいのかなというところですね。でユベントスラストはですねクアドラードということで、この選手もですね3月12日だったかな、週刊 FP の方で来ていたんですが、まあかなり記憶にね新しい選手かなと思います。能力者はご覧の通りですね、まあドリブルできてスピード瞬発がかなり高いかなと思います。ただですね考案後というところはかなりネックな部分かなと思いますね。まあスキルはシザーズ、エラシコ、ルーレット、ジクラタン、アクロバティックシュート、ピンポイントクロス、マリシャということで、まあピンポイントクロス持っているというところはねかなり評価できる点かなと思います。プレイスタイルウィングストライカーということで、3月12日の週刊 FP の方で比較していきたいと思いますが、ドリブル、グラウンダーパス、スタミナがマイナスになっているんですが、他がですねほとんどプラス1、そして瞬発力に関してはプラス4なっておりますので、まあ能力値的に見ると今回のクラブセレクションかなと思いつつ、ただ前回のねこの3月12日はワンタッチパス持っているんですよね。まあただどうですかね、ワンパ持っているっていうところを考えると前回かなと思いつつ、これ難しいところなので、ぜひですねコメント欄にてどっちがいいのかっていうところをですね、論争していただければと思います。ということで続きましてクラブセレクションとの比較はこちらになりますけれども、まあ CS の比較だったらねスピードがマイナスになっている以外は全部、プラスとなっておりますので、個人的には今回のクアドラードがね一番いいのかなというところですね。ということで本日はユベントスのクラブセレクション紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあユベントスのクラブセレクションもですねもうついに4回目ということになりまして、まあロナウドがですね今回かなり強いので、持っていない方はぜひこのロナウドを狙っていただきたいところかなと思いますし、あとはね初登場のラビオだったりマツイディにかなり期待していきたいところかなと思います。ということで本日はここら辺に終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。